どうも皆さん、ヒカキンを越したいな TV です。本日はですね、こちらラブイナバーの皆さんは多分届いてると思うんです。もうこちらですね、ビーズの解放が届きました。はい、なので今からですね、ビーズの解放をちょっと開けて、ご紹介したいと思います。まあ、ラブイナバーはまあ多分もう見てるんでしょうけども、ね、まあ、ラブライバーの皆さんは多分ね、これまあ、届いてないと思うんで、なぜならファンクラブ限定なんで、なんでね、ラブライバーの皆さんもちょっとね、ラブライバー向けに、ちょっとご紹介しようかなと思います。でファンクラブ入ってくれればななんて思います。はい、はい、こちらですね、こちら、はい、見えますかね、これと、で後ろがこういう感じです。青いですね、 BWIZ125 ボリューム125ですね。125もいってますね。だいたい位置はいつもこういう感じですね。ライブこれ多分反転してるからあれなんですけども、うん、そうだな、これ多分映像だとちょっと反転してるんですけども、うん、一応稲葉さんが、まあ、左側で、まっちゃんが右側なんですよ。ライブの時の立ち位置と同じなんですよ。それでは早速ちょっと開けていきましょう。メッセージがありますね。まっちゃんが、新作作りましたとね、聞いてください。ツアーやります。見に来てください。まあ、ツアーちょっとコロナでやりますよ言っても、ちょっとまあできるのかね、みたいな。稲葉さんもね、なんかお元気ですかつって、まあ、聞いてください、みたいな感じですね。まあ、軽い感じですね。こういう感じですね。でそれで大体、最初のページは、まっちゃんと稲葉さんに分かれてのインタビューページなんですよ。あのちょっと前まではあのビーズの2人がインタビューに答えるっていう形式だったんですけども、なんか途中から、まっちゃんと稲葉さんに分かれて、まあ、インタビューを受けるという、形式になっていますね。でインタビューも結構長いですね。でそれで、稲葉さんとサラスの、アルバムか、新しいアルバムの、まあ、宣伝と、稲葉サラスフォトとかありますね。で、あとこれは、まっちゃんと、稲葉さんのなお気に入りの作品か、まっちゃんサイド、稲葉さんサイドでお気に入りの作品がありますね。まっちゃんは太陽に吠える、俺たちの勲章、ビューティフルライフ、神様もう少しだけ、白い巨塔、コードブルー、ドクター X、デスパレートな妻たちって書いてありますね。まっちゃん、ちょっと白い糸とコードブルー、ドクター X って何、病院系が好きなのかなみたいな、まあ、こういう、まあ、まっちゃんは趣味をしていると。稲葉さんは、桃太郎侍、探偵物語、そう、稲葉さん3年 B 組の金八先生の、あの確か理科の先生に憧れて、まあ、先生の教員免許を取ったと。15歳の母の会はショックを受けながら見ていたのを覚えてますと。で、この番組の生徒たちと同学年だったので、なんか 毎回見てたと。ムー一族、今の時代にはないぶっ飛び方 で毎回予想がつかない展開のドラマでした。リンゴ殺人事件は名曲です。ムー一族知らないですね。ブレイキングバッド、海外ですかね、これは。最高の離婚で、ゲームオブ、スローンでいいのかな、これ、わかんねえな。で、24か。24無難だな、みたいな。まあ、まあ、知ってる、まっちゃんの方が結構やっぱり日本人寄りっていうか、知ってる作品が多いなと。で、今度は、あれだね。またいつもの、アンケートだね。新聞派とかありますね。全部。じゃ最初、ちょっとまあ、こういうまっちゃんのインタビューページ、こうだね。よいしょ。こうで、ここは全部文字か。はい、まっちゃん、みんな大好き、まっちゃんで、こっちが稲葉さんと。見えるかな、こうね、こうやって、よいしょ、まあ、こういうふうに結構まあずらーって、まあ、インタビューがあるんですよ、これ文字で。で稲葉さんとで、ここが、稲葉さんとサラスの、アルバムの曲紹介ですね。でこれポットですね。
これさっき言った、まあ、どんな作品好きってやつですね。ラブライブなかったですね。まあ、ドラマなんでね、アニメはできないか。で、ここでやっとそのアンケートコーナーですね。これですね、アンケートコーナー。見えるかな？よし、アンケートコーナー。いろいろありますね。ネットとか、お腹が空いたら冷蔵庫。起きてしまう。一番買いの日、ボーナス。あ、そうそう、思い出した。稲葉さんは、社会人1年目の頃、まっちゃんにお金借りたんですよ。まっちゃんその時もプロだったんで、で、革ジャン買ったって言ってましたね。そういえば、お、カラオケに行ったらつい歌ってしまうナンバーありますか？オネスティ。ほう、稲葉さんオネスティだと。真ん中の映画館、真ん中のブロック、後ろ寄りの端、稲葉さんゾーンですね。わからない単語あったらすぐ調べると。稲葉さんの愛犬ね、歯をむき出しにすると、まあ、ちなみに相田さんの愛犬の名前は講師って名前ですけどね、稲葉さんの愛犬講師だったらやばいでしょうと。しかも稲葉さんセブンイレブンに出してセブン行くのかな。稲葉さん小東の、確か小東中学校の真裏に住んでんで、あの近くのセブンってことかな。で、このまっちゃんサイト、まっちゃんみんな2人とも何セブン行くの？なんか冷蔵庫に何もないときはどうしますか？セブンに走ります。あ、てか、まあ、確かにチャンプ提供したからってのもあんのかな。まあでも稲葉さんまっちゃんも、まあ、コンビニ行くとは言ってたからな。普通にチャリでコンビニ行くっていうね、犬散歩しながら。わからない単語があってどうする。ギブソンレスポール。人生、まあ、ギブソンレスポールね。まっちゃんのギブソンレスポール確か2000万だっけな。なんか価格が、なんかそんなことを書いてありましたね。矢沢の黒い塗りつぶ、黒く塗りつぶせ、カラオケ行ったらまっちゃん歌うと。年々涙腺が緩んでます。まっちゃん泣くんだ。映画館、通路側、おじいおズボン、アラームとか、まあ、こういういろいろありますね。で、ツアースケジュール、まあ、ツアースケジュールが書いてあるんですけども、まあコロナですよね。コロナの影響で、まあ、なかなか難しいでしょう。で、マイニューラブか。まあ、ブルーレイとかの発売中ですよっていうやつですね。で、スペシャル、まっちゃん。これそう、まっちゃんバースデーなんですよね。ここに見えるところで。まっちゃんバースデー。ね、まあ、これ4月の半ばに送られた、ね、いい紙質ですね。まっちゃんバースデー。いい紙を使ってますね。紙質、あ、やっぱ紙質が違う。ここだけちゃんとなんかそのグラビアっていうかツルツルした紙使ってるね。こういう、でもこれ作るの大変だったでしょ。途中から紙質変えるって結構大変な作業だと思ってたな。そう、これ途中紙質変えるの、ね、まあ、めんどくさい作業だと思うんだけどね。まあ、こういう感じか。こういう感じでね、抹茶ね、みんな大好き抹茶がですね、結城葵と同じ誕生日の抹茶のマライアキャンドルとか内田篤人とか、ね、あの辺ですね。最後、ギターとこういう感じですね。よいしょ。で、あとはあのファンの人たちがあの投稿したよって、ファンの人たちがこう ビーズに関することでなんか投稿したよっていう、まあ、あの自慢です。ただのあの陽キャか、陽キャ、ウェイって感じですね。で、ショーティングレポート、これはそうですね、あの今回の解放にあたって、解放誌にあたっての、まあ、オフショットって感じですかね。オフショットが、掲載されていますという感じですね。バックナンバー、そう、いろいろなんか情報、裏話、小話がここにも掲載されてるんですよね。こういったのをまあ見たりしてますね。今日の、あとは動物占いとか、まあ、最後こんな感じですね。最後こんな感じです。で、自分の動物とか、あの星座占いがあるんで、自分は稲葉さんと同じ乙女座なんですよ。でもうちょっと AB 型なんで。真っ赤なシルク、ラッキービーズナンバーということですね。はい、ということで、以上になりましたので、ラブイナバーの皆さんも見てると思うんですけども、ラブライバーの皆さんも、ビーズのファンクラブに入って、こちらを読みましょう。